ブライアン・マイヤーズは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州、クレンコーブ出身。ECW で活躍したことで知られるマイキー・ウィップレックが、ニューヨーク州にて主催するインディー団体である、ニーワックが運営するニーワックトレーニングセンターにてトレーニングを積む。2006年、w WE と契約を交わし入団。参加団体である、DSW に所属し、 2007年に、オ米ベニー5月1日、WWEECW にて、ブレッドメジャーとメジャーブラザーズを結成し、ブライアンメジャーのリングネームでデビュー。マットストライカーマーキス・コ番バンとタッグマッチを行い勝利。6月、追加ドラフトで、ブレッドメジャーと共に、スマックダウン、に移席。11月7日、MVP& マット・ハーディーが保持する。 WWE タッグ王座に挑戦するも敗戦。12月16日、アルマゲドンにて、エッジの変装をして乱入する形で勝利をアシストし、ヒールターン。同月21日、スマックダウンにて、リングネームをカートホーキンスに改名。タックネーム文字エッジヘッツに変更して、エッジの手下として活動。2008年2008年7月20日。 グレートアメリカンバッシュでのフェイタル4ウェイ形式の WWE タッグ王座戦に勝利し、WWE タッグ王座を獲得する。しかし、一度も防衛することなく9月26日のスマックダウンでカリートプリモに敗れ王座を失う。レッスルマニア XXV で行われた WWE タッグ王座統一戦にランバージャック要員として登場したのが字。 エッジヘッツとしての最後の出番になった。2009年4月、ドラフトでパートナーのザックライダーは ECW へ移籍。自身はスマックダウンに残留となったが直後に FCW での再調整となる。FCW ではデュードバスターズに加入。3人で FCW フロリダタックチーム王座を獲得。デュードバスターズ離脱後は、 バンス・アーチャージャクソン・リュースとユニットを結成した。2010年5月13日、WWE に最昇格を果たし、スーパースターズにて、バンス・アーチャーとタッグを組んで出場。ジェームズ・ホワイトマシュー・ブッシュを相手に圧勝。6月、タッグネームをゲート・クラッシャーズとしてスマックダウンで活動を開始し、クリスチャン &MVP との構想が組まれるが、短期間で終了。 スーパースターズではデュードバスターズと短期構想を展開。9月24日スマックダウンにてビッグショートハンディキャップマッチを行いアーチャーのアシストをせずに敗戦したことから亀裂が生じ始める。10月7日アーチャー VS クリスマスターズとの試合でアシストしようとするがアーチャーにクローズラインを誤爆したことにより仲間割れを起こしたクは解消となった。 10月14日、スーパースターズにてシングルへと転校。入場曲を GH ヘッツ時代のイン、ザ・ミドル・オブ・イット・ナウに戻して、トレント・バレッタと構想を展開するが、未消化のまま終了。2011年2011年4月、追加ドラフトにて RAW に移籍。5月12日、スーパースターズにてザック・ライダー VS。 ウラジミール・コズロフにて試合途中に窮地に陥った、ライダーの救出に登場し、コズロフの足を掴んで油断させて、ライダーの勝利をアシストした。同月19日、スーパースターズにてライダーとのタッグを組んで、サンティーノ・マレラコズロフと対戦するが敗戦した。ライダーとのタッグチームを再結成するかと思われたが、ライダーがベビーフェイスに転向したために叶わなかった。9月、 タイラー・レックスとタッグを結成。同月より NXT を主戦場にするようになり、ウーソズと交想を開始。10月11日、ウーソズとの対戦中に、レックスの攻撃を誤って受けてしまい、リング下に転落した際に、フェンスに足を強打してしまい負傷。同月18日、足を骨折をしたというアングルで杖を持ち歩くように、 なり、レックスのセコンドをする際には支持するためやレフェリーの隙をついて相手を襲撃するために使用して自身のトレードマークへと消化させる。2012年2月、NXT を押し切るマットストライカーとウィリアムリーガルに因縁をつけるようになり、ストライカーを拉致したことでリーガルの激輪に触れ、4月18日にレックスとの敗者追放マッチを組まれ敗戦し、 追放される者の,の裏工作をして当時、RAW の GM であったジョン・ローリネーティスから指示を得て復帰した。ローリネーティス出却後、ローリネーティスの復帰を信じているアングルを組まれ、コスチュームをジョニーエースに模したタイツを着用。8月、レックスと共に男性ストリップダンサーギミックに転向するが、レックスの対談により、ギミックチェンジは中止となり、 さらに膝十字人体を損傷したことにより、長期欠場となる。2013年1月、コスチュームとヘアスタイルを変更して復帰。2014年6月、WWE から解雇された。WWE 解雇後、2014年6月13日、ニュージャージー州を拠点とする JCW に参戦。バルビーナスと組んで、ダニー・デマント エリック・アンドレッティとタッグマッチを行い勝利。同月22日、ビヨンド・レスリングにて、AR ・フォックスとシングルマッチを行うが敗戦。9月20日、PWS のオール・ファイアード・アップに参戦。元 WWE 所属のケビン・マシューズと対戦して、敗戦。試合後には、マシューズと WWE から解雇された思い出を、語り合い椅子を使って交互に叩きつけるが、 マシューズが油断していたところをレスラーとしての活動に終止符を打ったはずの元相棒であるレックスが襲撃した。これをきっかけに構想へと展開。10月31日、PWS10-31 にてレックスとのヒートシーカーズを復活。マシューズは元 WWE 所属のランスホイットをスケットとして呼び寄せて対戦するが勝利した。2015年7月24日。 ジェフ・ジャレットが主催する GFW アンプトに参戦。初代 GFW グローバル王座争奪トーナメントに出場し、1回戦でクリス・モルデツキーと対戦するが敗戦した。8月12日、ティネ・インパクト・レスリングにてティネ VSGFW の団体構想戦でジャレット率いる GFW の一員として登場。トレバー・リート君で ティネ世界タッグ王者チームであるジュールブズと対戦するが最後にリーがジュールブズのが体技であるホースオブネイチャーを暗い敗戦9月2日のインパクトレスリングにて GFW によるキャッシュケースを使用したいつでも王座を挑戦できる権利を使いジュールブズに挑戦 GFW 全メンバー揃ってリングを取り囲んだ中で試合を行い勝利してティネ世界タッグ王座をダッシュした 2016年8月16日、WWE スマックダウンライブにて復帰を予告するプロモーションが公開された。2019年1月21日、RAW において先に WWE に提出したとされる対談要請は陰謀だと主張するザリバイバルがビンスにチャンスが欲しいと直訴して実現した WWE ロータックチーム王座戦の特別レフェリーを たまたまその場通りかかったホーキンスが、ピンスの命令で務めることになる。試合ではヒールでありながら真面目すぎるレフェリングを展開し、試合中のリバイバルの二人のズルをことごとく見抜き、結果としてゲーブルルード組の大座防衛に終わった。しかし、試合中から自身のレフェリングに不満を持ったリバイバルの二人に襲撃され無抵抗のまま暴行されていたが、そこに、 かつてのタッグパートナーである、ザックライダーが登場し、リバイバルの二人を排除。ライダーが、コーナーにいたホーキンスに手を差し出すと、ためらいの後にその手を握り、そのまま助け起こされ、ライダーに肩を組まれ、その最数回を頷いてみせた。同月28日放送の RAW からは、ヒールとベビーフェイスの立場の違いはありながらもザック、ライダーとのタッグで試合をするようになる。しかし、 ポジションの違いや久々のタッグ結成などから連携がうまくいかず、負けが続き、試合後不満を示す自信をライダーが何とかなだめると、ユーズ式を展開。4月7日、レッスルマニア35キコフにおいて、ザック、ライダーとのタッグで、WWE ロータッグ王者チームのリバイバルに挑戦。場外戦の展開になると、スコット・ドーソンから、ブレインバスターをクライリングに投げ込まれるが、 隙をついて丸め込み勝利。ライダーとのタックでは実に10年9ヶ月ぶりに王座を体感。同時に WWE での連敗を269で止めた。アップサイドダウンフローンフィニッシュホールドヒートシーキング、エルボーダイビングェルボードロップテイストオブ、ペインハングマンズフェイスバスター。スインギングネックブリーカーの体勢から、自らの体と相手の体を元の方向に回転させて、 相手を顔面からマットに叩きつける。ラフライオットインプラント DDT h が使用するエッジキューションと同型技。アップサイドダウンフローオンツイストスクープスラム。抱え上げた後に反動をつけて投げ下ろす独特のフォームが特徴。道のクドライバーのようにシットダウン式で繰り出す場合もある。ノーマンスマイリーのスマイリースラムと同型技。 その他得意技ワンライトスタンド変形スープレックス。相手の腕をひねってロックし、相手の左足を自分の首に引っ掛けて後ろへ投げ飛ばす勢いで1、回転させて顔面からマットに叩きつける。ヒートストロークサムアンドロップからダイビングネックブリーカーへとつなげる。DSW とオベ時代にはロングアイランドエクスプレスの技投げしよう。ドロップキックティネ W。 トレバーリー WWEW、ザックライダー FCWW、ケイレンクロフトトレントバレッタ DSWW、ブレッドメジャー a 1 w f b w o b w ブレッドメジャーニーワック W、ブレッドマシューズ PWS。ありがとうございます。